第5回花は長寿祭りのねぶた行列が通過しています。まあ、絆とかそういうようなものがまあ薄れているようなことがありまして、まあなんとかこの地域の中に文化的なものを創設しながら、この地域の結びつきが強められないかというようなことで、この花輪長者祭りというものをまあ歴史的にちょっと紐解いてみましたら、そういうまあ人物がいたであろうというまあ伝承がありましたものですから、まあ花輪長者祭りに終点を開けてですね、まあ今までやってきたところです。でまあ第1回目からまあ第 5回目ということで、まあ3回までは順調にまあ来たわけなんですが、まあ昨年の震災以降ですね、まあ放射能の問題がありまして、まあ昨年はあの全員でここのまあ公民館のところのまああの除染をやりました。そしてまあテントを設営して、まあ下にはあのまあブルーシートもまあついてですね、まあそこの中にまあ中学生の皆さんをまあ退避させてもらって、まあそこの中でまあねぶたを引き回しをやったということであります。このねぶたもですね、まあ、表は役員が、まあ、だいぶ苦労してやったんですが、送り絵の裏は静か御前なんですが、これはあの奈良中の生徒さんが毎年やっていただいてます。今年も奈良中の卓球部に来てほしいと言われて、それで来ました。はい、はい、またみこしを担ぎました。頑張ろう、福島。はい、三、はい。んだばい、んだない、そうだばい。